こんにちは。4月の27日水曜日午前11時を迎えました。 FM とつか大ちゃんうたさんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの正蔵です。正蔵さんこんにちは。うたさん、こんにちは。今日は大ちゃんがお休みでございまして、はい、一体どういう1時間になるやら心配でございますけど、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、こんにちは、ゆっきー。はい、こんにちは。ゆっきーこと勝田接骨院広報部長の、そして今日はミキサー担当の勝田由紀子でございます。初めてですね、このパターン。まずい、頑張ります。いやいや、ゆっきーがさ機械をいじってるってすごくない？もう、スポンサーさんに何やらせるんだみたいな。なんでかっていうと、俺も歌助もそれ触れない。もうドタバタを上回るようなことだ。今日は初めて機械触りますので、はい、もし不備があったら申し訳ございません。ダメだよ、ダメだよ、完璧にやってもらわないと。今日はお二人のね、助けられながら1時間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということなんで、私、少々で喋りすぎたろうですね、こと横浜金馬賞が番組を回していきたいと思います。どうぞよろしくお願いしますということで、大ちゃんがなんで休みなんだっていう話ですよ。はい、どうなったんですか、大ちゃん。どこ行ってんだ。大ちゃんちゃんと、はい、くれましたよ、お便りを。はいはい、大ちゃんからのメッセージ来てます。はい、こんにちは。こんにちは、大ちゃんでーす。ムカつく。ムカつくよね、これ。もう今私手に汗握ってるのに。ゆき、宇多さん、翔さん、いかがですか。私は息子が住んでる熊本に来ています。熊本ですか。いやー、コロナ禍のため まだ会えていなかった、はい、去年生まれた 初孫の顔を見に、はい、だからさ、ね、孫が生まれたのに大ちゃん、はい、コロナで、そうですね、やっぱね、行けないっていうのはずっと続いてたの。ついに、息子の嫁さんの親御さんにご挨拶もしに来てます。無茶してすいません。ユキ、うまく操作できてる？番組名変えてない？ユッキー、ウタさんの人生楽しみましょうね。そうだ、今日はそうですよ。やるだろ。大ちゃんいなくてもやっぱ冠ですからね。そうですね。翔さん、オロロしないでユッキーの足引っ張らないでくださいね。大丈夫だよ。喋りすぎないでね。翔さん、喋りすぎないでね。時間に気使って喋ってくださいね。でおろおろしだして、あ、ユッキーの足を引っ張らないでくださいねとは、ウタさんだ。あ、僕ね、はい、ありがとうございます。気をつけてね、はい、ということで、楽しい番組を熊本から FM 亭で聞きたいと思っています。ちなみに昨日の熊本の天気は視界が悪くなるほどのすごい豪雨、雷雨、雨男の大ちゃんでした。あ、そうだ、昨日すごい九州すごかったですもんね。すごかったんで、昨日から良かったね。俺昨日さ、モネにお茶飲み行こうと思ったら、はい、閉まってたら、あれなんで今日いないのとか思って、ああ、じゃあ早く出たんです。本当は今日行くって言って、あのちょうどね、なんか飛行機の上だから引けないんだよなんて言ってたんですよね。そうそう、昨日はさ、うん、あの、いや、あの土地勘雨降ってましたけど、横浜すごい風でしたよ。すごかったですね。すごい暴風でしたよ。ところがやっぱ晴れ男のメールと、さすがでございます。本日の東土地も晴れておりますね。はい、ちょっと曇り気味ですけど、今日もね、たくさんのお客さんが見に来てくれてます。ありがとうございます。初めて来てる足立さん、こんにちは。まあそんな感じですけどね、ぼちぼちやっていきたいと思います。さあ、今日はね、あの大ちゃんの分で、ね、頑張って俺たちがやっていきますね。皆さん一つよろしく、本日の1曲目に行ってみたいと思います。はい、いいですか。はい、今日の1曲目はですね、なんと4月は、横浜銀杯のリーダーのランさん特集で、ね、67歳の誕生日月ですから、そうですね、ランさんの曲をずっとかけてきてきました、はい、いろいろ他の、リクエストも来てますけども、次、今日かけるランさんの歌はですね、うん、湘南銀杯でランさんが歌ってる曲なんですね。グループサウンズとかさ、聞いてた？歌さんあんまり知らないか。グループサウンズ、はい、ちょっと、はい、ユッキーも知ってる？グループサウンズ、聞いたことはありますね。スパイダース、タイガース、スパイダース、聞いたことはあります。はい、坂井正明さんはスパイダース、はい、沢田研二、ジュリーはタイガース、はい、あとオックスとかズーニーブーとか。あそこ分かんない、分かんないですか。どうですか。じゃあもうちょっと年配の方、ランさんが歌う、パイオニアモスという歌なんですけど、グループサウンズの、歌詞とかですね、あとバンド名、あと歌のタイトルなどが羅列された不思議な曲です。聞いてください。はい、ラン吉行でパイオニアモス。もうすぐ夏だ。
湘南銀杯でランさんが歌います。パイオニアモス聞いてもらいました。この放送の提供は大人気の N ブックスやフィットステップワゴンなどでおなじみの正規ホンダ四輪ディーラーホンダカーズ神奈川中、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT、 戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋、真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそば清水港駅舎サバスホール、困った時に来ていただければすぐに治療ができるコンセプトに横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループの提供でお送りいたします。ユッキーのところは、はい、ゴールデンウィーク中は光の整骨院以外は祝日休日は休みでございます。土曜日は午前診療と、はい、2時までになります。やっております、はいはい、で光の整骨院は、ずっとゴールデンウィーク中も赤い日もの祝日もすべてやっておりますので、ぜひお疲れの方はお待ちしております、はい、頑張るねなんかダラダラな感じがするけどね大ちゃん聞いてますか。あのね、大蔵とこの初孫はね、愛斗くんって言ってね、はい、でほら生まれてすぐにね孫とか見たいけど、コロナで、熊本ね行けなかったっていうのもあって、でさ、なんかの孫が生まれたとかいうのもさ、はい、いやあれ、こんな今の時代、さあやっぱ SNS とかがすごいじゃん、うんうん、だからさ、孫が生まれたんだよっていう連絡が来た時には、そのあ、孫生まれたんだと思って、あ、ちょっと知り合いの人にみんなに知らせようって大ちゃんたちが思った時にはすで、はい、に、子供が生まれましたっていう息子たちの SNS が世の中にバーンって言ってるから、それをみんな見てみるから、親が俺うち孫生まれたんだよっていう前にみんなが知ってるっていうね、こんだけほら、はい、情報が早くなっちゃったら、すごい世の中だなって言ってね、大ちゃんがね、オロオロしたの覚えてるけど、いやでもすぐ会いに行けないっていうのもちょっと寂しいです ね息子も息子だろお前もうちょっと時間差でまずは親父に行くぞ、あの息子できたんだよってなってから、うんうん、友達にも分かるけども、全国的に世界に発信しちゃってるわけだからねSNS を使ってさ、すごいなと思ってますよ。まあでもね、きっとね、おじいちゃんやってんだよね、大蔵がおじいちゃんだからね。いやいいな赤ちゃんね、俺はまたお兄さんですからね63のお兄さんですからねお便りしております、はい、昭和の親父、マーガレットさんからいただきました。ふと感じた主観なのですが、昔はレジなどの行列でイライラしてる人をよく見かけましたよね、はい、最近みんなスマホ見ながらお利口に並んでる気がします。あ、中には自分の順番が来たことも気づかずにゲームに夢中になってる人もいます。あ、いいのか悪いのか、待たされて怒り出す昭和の親父もチャーミングで嫌いではなかったこれは私の感想です。個人的にはそう思うんですが、皆さんどう思われますか。うん、怒るやついなくなってたよね、うんうん、そうですね、あんまり待たされて怒ってる人あんまりいないですね、あの抜かされて怒ってる人はいますけどね。あ、そうだよねでもまあスマホがあるから結構みんな時間潰れてるっていうのはあるかもしれないね。うん、そうですね、待つことがだいぶ楽にはなりましたよね。だけどな、なんか俺もたまに見ちゃうんだよな、新幹線の続きの時間とかの時も、あ、まあ、情報を、ね、得たりとかするし、うんうん、でもそんな光景昔で考えたらちょっと、昔はもう全部紙媒体でしたもんね、そういう時はね。あとはそれの人喋ったりとかいう時間があったけど、今みんな喋んないもんね。喋、うん、んないかもしれないですね、学生さんぐらいじゃないですか、あの電車の中とかでも喋ってるのはね。そうだよね、まあまあ、あのイライラしてる人いなくなりましたけど、銀行に行ってさ、ほらあの並んでる時のさ、あのスマホ見ちゃって、あの誰かがもう機械使っていなくなってるのにすぐに行かない人とか、あ、番号呼ばれても分かんない時ね、並んでるのに間が空いちゃって早く前へ進めっていうのがありますね。空いてますよとか言ってやってますけどね
子供孫があったのでちょっと子供孫の話したいと思いますけど、はい、ゆりえさんからいただきました。大ちゃん、うたさん、しょうさん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。以前冬に男の孫が生まれるんですとメールをして以来、ご無沙汰なメールになってしまいましたね。そのメールを送った頃はベイビーは元気に生まれてくるものだと思っていました。ところが心疾患を抱えて生まれてきてしまいました。心臓専門の病院に生まれる2週間くらい前より入院し、心臓外科、小児科、産婦人科、形成外科など万全なチームの診療のもと、一つずつ不安を解消しながら手術を迎え、無事に手術も成功しました。先日オリンピック選手はちょっと難しいけど部活や体育は大丈夫ね、心臓の心配も何もないですよと、ね、完治のお墨付きをもらいました。よかったですね。3000グラムくらいの赤ちゃんの心臓に6ミリと3ミリの穴が2つも開いて、苦しかっただろうによく頑張ったなと思います。頑張った、えらい。ちなみに名前は7つの海を股にかけるような男になってくれるように、海外などでグローバルに活躍するような男になるためにという思いも込めて、銀杯の代表曲とも思えるお前さらさらサバガール、おいらテカテカロックンローラーより、海とロックンローラーからカイト、海にショー飛ぶって感じで、あ、かっこいい、娘夫婦が考え命名しました。銀杯魂が脈々と受け継がれています。嬉しいね。翔さんの1位を取ったってことですか。まあまあっていうか、まあまあ、まあ、でもほらそう活躍するね、そう海に海賊のようにね、すごい、いいじゃないですか。でやっぱりカイトっていうとなんかなんだろう、あの海外でも通じようね、うん、そうね、なんか最近はそういうお子さん多いみたいですね。今までの心配事が全て解消し、意気揚々と先日横浜のランドマークホールライブ見に行ってきました。ありがとうございます。銀杯のロックンロール、バイバイオールドロックンロール、ご機嫌のロックンロールが大好きな私ですが、実はベイビース、真夜中シェイキンダンス、スイートリトルキスを密かに銀杯三大名曲だと思ってるんです。おお、ちょっとね優しい感じの歌ね。ずっとずっとライブで聴きたかったベイビースがまさかのあのアコースティックバレンタインデーライブで聴けて、先日横浜ランドマークホールでは思っても見なかったスイートリトルキスが聴けたのです。狂気乱舞とは待てるともいかずも喜び絶頂でした。いつの日か真夜中シェイキンダンスを聴ける日を期待しております。ゆりえ、ありがとうございます、ね、いいですね。みんな聴きたい曲あるんだろうね。なんかすごいですね、あの曲はね。どれ、あのスイートリトルキ キス会場にいる全部の女にそうそう、俺のキスがそうそう、もうなんかヒューって感じですよね。もうドキドキなんじゃないですか、皆さん。どうなの、もうハートマークが飛び回ってんだ。もうメロメロですよ。今日なんか死後ばっかりで行くかもしれませんね、この3人だと。そうですね、昔の6月8日私の64のバースデーライブを、はい、その当日にやることをね、先週も言ってますけど決まりました。このライブはちょっと特殊で、まあ、あの東京丸の内にあるコットンクラブで横浜銀杯として開催するんですけども、でね、あの弦カルテットといってですね、弦楽四重奏にピアノをプラスして、そんな編成でねちょっとアコースティックな感じで、ロックンロールをアダルトにやっていこうかと、大人っぽくやろう、しっとりいこうということでね、今練習しております。さあ真夜中シェイキンダンスが入るかどうかは分かりませんが、まあ、今までにねやってないような曲もやりますので楽しみにしてもらいたいと思います。チケットの方は、予約始まっておりますのでホームページの方でチェックしてみてください。6月8日私の誕生日水曜日です。だから水曜日また俺ね、お昼いないかもしれないんでお願いしますよ。はい、はい、ということで、さあ、たくさんお便りもいただいてるんですが、はい、ゆっきー、うたさん、はい、今日ほらちゃんとしたラジオ放送やらないとちゃんとしたちゃんとしたって言って大ちゃんに失礼だ。いやもうね、ヒヤヒヤなのよ。ということで本日のテーマはですね、はい、あのうたさんもほら落語家さんで、ね、俺もミュージシャンをやってるんで、ちょっとこの2人の中でのテーマとして芸能っていうのね、ちょっとみんなと話していきたいな、はい、ね、俺は音楽業界ですね、世界に目を置いて1980年デビューですから、まあ早42年目はあ、歌さんは芸歴、演芸歴っていうのかな、何年ですか。36年ですか。36年だよ、はい、歌さんも36年、23で学生最後の時に弟子入りして、うんうん、それで今59ですんで、はい、23から来年、今年還暦、今年の9月で誕生日で還暦です。
めでたいね。めでたくないですよ。なんでなんで、還暦はめでたいですかね。めでたいじゃん。だってそうですか。だってくるつもあってね、一周して、そこからまたこうリスタート、生まれ変わってもこともできるし、生まれ変われますかね。生まれ変われます。第4あの頭なんとか生まれ変わらせたいんですけど。ああ、まあまあ、そこもおしゃるじゃないですか。もうこうなっちゃったらもうこうなるな、生まれ変わる。そう、いや、なんか還暦って俺なんか楽しかったな、やっぱ思い出作ろうと思ったし。還暦祝いをね、翔さんは大々的に自分のライブというか、自分のまたフォーティーズを戻すっていうのを還暦でやられたから。いや、フォーティーズじゃないよ、俺だってもう今63なんだから。あ、俺の還暦はジョニーいないからね。あ、俺は還暦で60歳60曲ライブっていうのやったの。ああ、そうか、そうそうそう、はい、皆さんほら赤い T シャツとか、なんかこう赤いのにちなんだね、グッズを販売されましたけど、歌さんは何かされるんですか。いや、まだ全然誰にも知られずに60歳だなと思ってます。なんかみんなで ね、はい、ねやってあげたいな、ね、赤いちゃんちゃんこやっぱり着ないちゃんこですか。まあまあ、まあ、ラジオ聞いてるみんなもね、それぞれの世界ね、はい、まあ、だいぶ雪だったらその手もみんの世界もみほぐしの世界とかに身を置いて、まあ、みんな働いてるわけじゃん。で、はい、このきっとラジオ聞いてるみんなもそれぞれが仕事を持って自分で切り回してる人もいるし、会社の中でバリバリやってるやつもいると思うんだけど、まあ、そういうどっかの世界に入り込んで、まあ、人生をこうみんなやっていくわけなんだろうけど、はい、なんだろう、その宇多さんどうなの、その落語家になるきっかけ、はい、まずはそのなんだろうな、どっかでさ初めてのことってあるわけじゃん、はい、うん、田舎から東京に出てきて学生生活始めて、どこにあるの。田舎十日町、新潟県ですね。新潟県ね、雪深いところへ来ました。この間テレビでやってました。あ、そうですか、うん、あ、ここだと思って、ただただ雪が多いという田舎ですけど、まあ、あと魚沼産のコシヒカリ有名です。美味しいよね、ご飯ね。あとは私が噺、まあ、家やってるもので一つ宣伝するのは、うん、着物の産地でもあるんです。あ、そうなんだ、そうなんです。そういうところから、東京出てきて、うんうんうん、でなんか刺激のあるものをと言って、それでも刺激のあるものだって僕が行けたのは図書館でなんか、本を読むとか、図書館で置いてあるライブラリーのカセットで音楽聴くとか、そのレベルだったんですけど、質問、はい、東京の図書館でカセットテープ聴けるんだ。聴けました。へえ、行ったことねー、横浜にはないかもしれませんが、東京の。失礼なこと言わないでくださいよ。いやいやいや、聞けたんですよ、ライブラリーで。貸し出しもしてくれてたんですよ。だから返すことでいろんなの聞ける、お金がないので買うことはできなかったんで。あ、 そ、 う、それで落語のカセットのライブラリーもあって、おうおうおう、そこにですね、もう亡くなりましたけど、うん、5代目の古今亭今助師匠という方の、うん、落語を聞いて、この方群馬県ですごい上州なまりのある方なんですけども、はい、東京で、落語芸術協会、まあ、私が所属している協会の会長を務めて、おばあさん落語で、おばあさん落語、人気を博した方なんです、ね、おばあさんの話をするんだ。そうです、おばあさんっぽい、おじいさんは黙ってらっしゃいましたこういう声でね、やってた人なんですよ。で、僕は生のは聞けなかったんですけども、すでにそのカセット借りる頃にはなくなったん で、うんうん、でそれを聞いて、あ、これ落語って面白いもんだなって思って、今度はカセットじゃなくて、うん、本当に聞きに行くようになって、うんうん、だんだん面白くなってしまって、もう就職活動、本当は学校の先生になるって親には言って東京出てきたんです、うん、そうだよね、学校の先生の教員免許持ってるんだもんね。そうですね、はい、それなのにそれやめて、やめちゃったんです。もう親はとんでもないって言ったんですけどお前は何やってんだよって言われたんだねおばさんのことそんな感じで、やっぱり人それぞれ歴史があるんだろうね。そうですね、私もだって免許持ってますよ、うん、教員免許。あ、そうなんだ。体育、あ、もうそのまんまのイメージじゃん、うん、だって、なんでやんなかったの。空きがないんですよ、体育の先生は元気なんでやめないんですよ、うん、はい、体育の先生やめねえんだ。やめないんですよ、ちょっとね病気してもすぐ戻ってきちゃうし、ね、体力あるからね。そうなんですよ、でも今思うとそのやっぱね、免許持ってるのっていいことね、うん、やっぱ心の余裕できるよね、なかった時にね。そうだね、俺持ってる調理師免の時はね、何の役にも立たない。そんなことないですよいやいやいや、ね、そんなこと言ってますけども、はい、例えばそのよく聞かれる質問なんだけど、はい、思い出に残る講座とか、まあ、俺なんかだと、はい、どのライブが良かったですかとか、やっぱ、よく聞かれるんだけど、はい、どうですか。
そうですね、僕自身はやっぱり思い出に残るのは初講座がまず一番最初に思い出す、三好演芸場って、うん、うちの署が独演会やっていた、うん、横浜商店街抜けたところにあるところで、出来栄えどうだった？いやいや、もうそれはもうボロボロ、もう受ける受けないとかってそういう聞いてる余裕すらないです、ね、分かるな、ただ覚えたやつをやりこなしたっていうか、うん、とりあえず最後までたどり着けたという、うん、その満足感だったですね、あ、でも満足したんだね。まあ満足しましたけどね。うちの師匠が横に舞台袖にいて、うん、大丈夫か大丈夫かと思ってて聞いてたらしいんですけど、うんうん、で僕が降りる直前に楽屋に戻って、うん、いかにも今まで聞いてなかった風を、でどうだったお前はって、これはいどうも、いきなり、いきですね。で後で兄弟子から、うんうん、師匠は言ったけど、うん、舞台袖でハラハラドキドキ聞いてたんだよとか、いい話だよね。あ、なんか親心な感じ、はい、俺のとは全く逆だね。いやいや、でもお母さんが、ね、俺も初舞台はさ、はい、社長にめちゃめちゃ怒られたからね。はあ、終わった瞬間に俺は最高だと思って持ってきたのに、うん、何をやってるんですかって怒られたもん。はあ、あれから40年私の人生は叱られるところから始まるんです。そうですか。あとそのなんだろう、一番よく出来が良かったのというのってとか自分であります？それはできるだけ大舞台になると自分らは得意ネタというか、うん、よくやり慣れてる話をやるんですけれども、うん、初講座っていうのが初めてですけど、うん、ネタ下ろしっていうのがあるんですね、うん、だから演目ごとに初めてやる、それは一番お客様が自分のファン層が多い、だから自分の会でやることが多いんですけども、全く知らないところうちの人のカバン持ちしてるときに、このくっついてただ行くだけの私なんかが初講座をちょっと務めさせてもらった、初講座じゃねえ、ネタ卸をやらせてもらったときに大受けしたことがあって、どういうわけなんですかね、初めてっていうのはね、緊張感があるせいかね、お客様にとても受けがいいことがあるんでね、2回目3回目の方がちょっと慣れてきて甘えてるというか、お客さんもだからね、ファンの人たちもやっぱ、うん、ね、優しいんじゃないの？そうかもしれないですね、うん、ネタ卸しだとか思えば、はいはい、温かい目で見守ってくれる感じ、ね、2回3回やってくるとね、俺も最初の頃は歌詞間違えて もうしょうがないな翔くんって言ったけど、うん、3回4回間違えてるとふざけんなよって思う。よく忘れんだよね。これでやっと覚えたかなと思ったら今度最近年齢で忘れちゃうからさ。いやでも本当歌手の人ってあれだけの楽曲を全部覚えてるとすごいよねってよく言うんですよ。うん、でもやっぱ飛んじゃうことってあるんですか？飛びます。そうするとアドリブとかってできないじゃないですか、こうお芝居と違う。それでまたねライブの時はそのまま行っちゃいます。もうずっと出てこない時とかもあるんですか？僕はね、堂々巡りしてしまったことありましたね。同じようなセリフが続いて、元へ戻っちゃったんですよね。あれどうやったら次行くんだっけなって分からなくなっちゃって、もう途中でやめちゃいましたね。でもなんか聞いてる方もハラハラしてますよね。大丈夫大丈夫、はい、でもだからそのライブって面白いんじゃないのっていうのもあるよね。あ、まあそうですね。でもやっぱプロとしてはね、やっぱちゃんとね、せっかくみんなが気に入ってくれてるわけだから、そこでなんかねちゃんとしたショーをやりたいなと常に心がけてるね、うん、そうだ。ハプニングで止めてしまったことがありましたね。 お客さんもちょっと具合悪くなって、ね、この人おかしいって言って、うんうんうん、やめてしまったことがありますね、うんうん、さあ、お便りいただいております。はい、はい、今日はいっぱい来てますね、はい、あ、そうですね、あ、なんか歌、はい、さんにも来てたね、はい、今メール来ました、リクさんの方にはね、あ、絶対絶対メール、どうぞメール、あ、いいですか、はい、あれどっちが行くの、群馬の MK さんからの私の方来てます。背景いつも楽しく拝聴しています。はじめまして、まだお目にかかったことはないのにずうずうしくお便りさせていただきます。 FM トツカのこの番組を翔さんをきっかけに聞き始め、大ちゃんユッキーさんの4人の皆さんが交流されている様子を垣間見て、垣間聞いてというのかなに、落語とは案外身近なものかも、面白そうだと思えてきました。革ジャンで寄せに行っても良いかなとこれはあれなんですね、この方革ジャンでもう
翔さんの大ファンで、歌さんの落語に関する素朴な疑問への丁寧な分かりやすい説明や日本の伝統文化に関するお話など興味深い、話を拝聴しています。翔さんの爆走トークと歌さんの法定速度遵守的な紳士的なお話ぶりが普通に、共存しているのも味わい深く番組を聞くのが楽しみです。そのうちぜひ、寄せかっこライブに参戦したいと思っております。これやっぱり翔さんの大ファンのね、もう黒ずくめの似合ってる方でございますね。ありがとうございました。群馬の MK さんからでありがとうございました。はい、MK さんはね、大ちゃんにも、ユッキーにも俺にもいただきました。ありがとうございます。ありがたいお言葉で、ありがとうございます。このね、いろいろこうファックスとかいろいろ来る中で、はい、手書きで手紙っていうのもまたちょっとあったかい感じですね。そうですね、縦書きの手紙は本当あったかい感じですね。はい、はい、これからもよろしくお願いします。はい、リックさんからメール、リックさんからメール来てますよ。はい、皆さんこんにちは。今日の八丈島はなかなかの大雨。ああ、かわいそう。最近の天気は霧もすごいし、まるで梅雨真っ只中のようです。大ちゃんがいらっしゃらないと、大ちゃんがいらっしゃらないとは超レアですね。文字がちっちゃいんですね、これ画面は。ああ、みんな読めないで、俺は今日老眼鏡つけてるから、ね、そういつもは老眼鏡、そういつもね、大ちゃんがちゃんとこうメールを、ね、拡大して、紙にしてくれるんですけど、今日はね、こう画面からだとなかなか難しいです。ってことは今日はまさかのユッキーさんがいる、嬉しいな。いや、もうバタバタです。はい、そういえば先日スイカ苗の植え付けをしました。うん、今年も翔さんはじめ皆さんに八丈島の美味しいスイカを送る予定です。いいね。が、植え付けたすぐから梅雨のような天気、厳しい戦いになりそうですが頑張ります。頑張って応援しててね、ゆっきーさん。頑張れ、私も今頑張れって感じで。そうね、ゆっきー頑張れ、生きてるね。倉庫で、倉庫で作業しながらですが、最後まで楽しませていただきますということで、リクさんからいただきました。種植えしたばっかりで大雨はあれなんですね。なかなか大変なんですね。そうですかね。まあ、美味しい甘いスイカをね、ぜひ待ってます。去年は私一人で食っちゃいましたからね。今年はね、リクね、みんなと分けますから大丈夫ですよ。はい、ですロックのママさんからいただきました。翔さん、そしてスタジオの皆さん、こんにちは。こんにちは、ロックのママです。はい、こんにちは。昨日静岡は台風並みのお天気でしたが、今日は曇りです。晴れ男の翔さんのいる東戸塚はいかがでしょうか。晴れてますよ。ところで翔さん、改めてランさんの生誕祭ライブお疲れ様でございました。私はフォーティスの、一家祭以来の参戦で、ジャックさんがいる銀梅さんのライブは39周年のニューサイドビーチでのライブ以来でした。新たなスタートを切った銀梅さんとランさんの67歳のお誕生日を熱い思いでお祝いしていると、とても素敵なライブだなと思ってしまいました。あの空間にいられたことがとても幸せでした。そして翔さんのランさんに対する思いも改めて感じられました。ランさんと翔さんを見ていると、生まれてすぐに亡くなってしまった、私の2人の弟たちを思い出します。ランさんと翔さんとの年の差は同じ3歳差。ランさんと翔さんを見ると、私の弟たちもこんなに お互いを思いやれる兄弟でいたのかなって思うことがあります。これからもずっと仲良く最強の兄弟でいてくださいねと。今日は、ランさんのバースデー月間最後の週、翔さんが最強のランさんを思って作ったラン&ランリクエストをさせてください。かけちゃいました。ね、まあ、いろんな人生ありますけども、でもね、まあ、兄弟仲良くっていうね、まあ、喧嘩ばっかりしましたけどね、小学校まではね、うちはね。で、中学で、男の子だとすごいんじゃないですか、男の子同士だと余計、そうそうそう、もうすごい、もう毎日喧嘩して死ねばいいと思ってたもんね。いや、本当に。まあ、だけど ね、俺がいくら暴れてもね、ランさん全然手出さなかったもんね。あ、かっこいい、ね、本当に兄貴って感じですね。そうそうそう。で、中2の夏に俺がグレ始めて、そしたらさ、その兄貴の言ってることがすごい理解できたわけじゃん。あ、今まではクソはしねえと思ってたのが、不良にちょっと足をつけ始めた頃から、あ、兄貴すげえな、その世界に入って初めて知るみたいな。仲良くなって、バイクいじったり、車乗ったり、喧嘩したりとか、そういうのが、で銀杯始めたりみたいな感じ。かっこいいな、なんかいいですね。ね、そう、昭和の話ですけどね。はい、もう一個、一ついいですか。はい、お願いします。こんにちは、血まみれのメアリーさんからですね。
こんにちは。ランさんのバースデーライブの翌日、改めて純喫茶モネさんに伺いました。その時ダイさんが、ダイさん、ダイさんが、ダイさんがかっこいい、ダイさんが、ダイさんが、ダイさんからこの番組のことを教えていただきました。とても素敵な番組で、これから毎週水曜日が楽しみになりました。アーカイブでいつも聞けるのも最高ですね。いつかスタジオにお邪魔させていただきます。これからも頑張ってください。ちまみれのメアリーより。アーカイブはね、 YouTube 見てもらって、大ちゃん太さんの人生楽しみましょうって打つと、うん、ポンってやると出てきますからね、アーカイブはね。そこから聞くと、まあ、歌は曲は聞けないですけど、どこからでも聞けます。あと生で聞きたい人は FM 亭というアプリを、入れてくださいね。 FM とつかのホームページからも拾えますので、はい、そうですよね、うん、いろいろありますた多分 Facebook とかからもできるんじゃないでしょうかね。 Facebook ページで大ちゃん太さんの人生楽しみましょうというページもありますんで、はい、ぜひみんなにね、宣伝してもらって、たくさんの人に聞いてもらいたいと思います、はい、さあということで、早めに曲いっちゃいますかね。いきますか、はい、ね、いつもね、大ちゃんにね、もういっちゃいましょうかって言われて、ね、今日はフル立場ですね。4月の27日ということで、今週4月が今の水曜日、今日は最後ですね、はい、だから始まるんだね、ゴールデンウィークは、うん、ああそうですね、29日からの人もいますし ね、ゴールデンウィークの話もしたいと思いますが、さあということで、ランさん、月間ランさんの、かける最後の曲になりました、ランさんの、生涯現役というアルバムの中からお届けしたいと思います。ラン吉行で長生きするぜ。ランさんのナンバーで長生きするぜお届けしました。今体調崩してますけどね、また復活してライブで歌える日を楽しみに待っててください。この放送の提供は、真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそば清水港駅舎サバスホール、困った時に来ていただけばすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の整骨院接骨院を展開している勝田メディカルグループ、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋、大人気の N ボックスやフィットステップワゴンなどでおなじみの正規ホンダ四輪ディーラーホンダカーズ神奈川中、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動を行う JT の提供でお送りいたしました。はい、ということでね、まだ番組やってますけどね、はい、ティーベリーさんといえばさ、はい、ゆき最近ティーベリーさんは寄ってます？ああ最近寄ってないけど、目の前はちょっと通ったりもするんですけどね。あれ、まあ、ちょこちょこ、ご神物とかでね、はい、フルーツ送ったりとかするんで行くんだけどさ、今さ、もうイチゴの季節も終わっちゃうのかな。そうですね、そろそろ終わりですか ね。このゴールデンウィークギリで、ぜひですね、ティーベリーさんにあるですね、なんだ、プレミアムパフェ、はいはいはい、あんのよ、イチゴたっぷり入って高さがね28センチ。すごい、すごくない？高さ28センチのパフェよ、ストロベリーパフェが、まあもうまあ、お値段もそこそこ1800円するんだけど、はい、これはね食ってもらいたいんだよね。一人で食いきれないんじゃない？いや、一人でちょっときついと思うね、まあ、二人で行って、ね、一人用の普通のパフェもあるんだよ、うん、800円だか900円だか、うん、いちごのタップル入ってあるんだけど、プレミアムはさ28センチの、ね、28、すごいな。そうそう、だからイートインありますから、ティーベリーさん、はいはいはい、ぜひですね、はい、恋人と言ってね、そうです、ちょいちょい言っちゃいけないですね、28センチの、28センチ、すごいよパフェ、一回食った方がいいと思うんだよね。中はアイス、アイス、アイス、もちろんもちろん、でいちごすっごい入ってるから、行ってみよう。ティーベリーさんのすごいとこはさ、あとね、もうね、マンゴーまだ早いじゃん、うん、6月ぐらいからと思うんだけど、マンゴーがね、鹿児島のマンゴーが今入ってる、はいはいはい、だちょうど旬のものを、はい、大丈夫になった頃にこう入れてきてくれるから、新物で今メロンを知らないところに送ろうっていうので、はい、行ったらね、今静岡産のメロンを置いたんだけど、はいはい、一玉だからなんだ5000円ぐらいするやつよ、消費税入れて5000なんぼで、はい、400円とか500円だよね、はい、
だけどちゃんとその送るタイミングの日にちを決めたら、そこに店内にあるやつは即出し OK とか、うん、でも、何日ぐらいにつけてくれって言ったら、それをこうちょうどいいところに来たやつを送ってくれるから、ちょうど売れたやつを絶対にいいわけよ、うんうん、だからそれってほらお店との信頼関係で、そうですね、はい、あの送った人たちからみんな、メロン美味しかったよってやっぱ言える、うん、すごい気遣いが、うん、フルーツ屋さんっていいなってやっぱ、ね、はい、そうですね、うん、そこまで気遣いしてくれるのはいいですね、素晴らしい、タイミングが分かってるからマンゴーどうしようかななんて言うと、まだ翔さん早いよ、6月ぐらいになってくると宮崎入ってくるから、うん、ぜひ買ってください。今ポンカンとかね旬ですよね。あ、そうだね、そうだね、逆にね、今柑橘系がフルーツサンドも置いてますから、ね、ああ燃えるやつですね、燃え弾ってやつです ね、 ね、それ断面がでしょ。そんなのどうでもいいか、美味しいの食べてくださいよ。あ、食べたくなってきました。ヒゲリトヨダさん、ね、あの野沢交差点の方にもありますけどね、うんうん、あの戸塚のあの戸塚なのね、はい、3階ですかね、はい、ぜひ皆さん寄ってみてください、はい、一応スポンサーなんで言ってみました、はい、ということですね。さて、はい、今日はまだ時間がありますんでね、はい、あの宇多さんとさ、はい、いろいろこうなんだろう、あのまあ俺ほらね、同じ業界にいていろんなことやってるんで、うん、ちょっとそんな話ができたらいいなとか思いながら来たんだけど、よくよく考えてみたら、俺63、59、ヒュッキが38。だいぶ若くなかったな、ね、いいですよそれで。少しずつこう話してる中でのやっぱ昭和ってあるわけじゃないですか、はい、で俺は結構もう、俺 の、 あのよくコンサートでもいいんだけど、昭和33年、はい、1958年に生まれた、はい、この年の人間っていうのは、はい、昭和で30年なんですよ。33だから30足すと60、昭和63年でしょ、64年が平成元年だから、そうですね、そうすると昭和で30年、うん、で平成もなんとぴったり30年あった、ね、そして令和が始まってるから、俺は自分の年を勘定するときに、うん、今令和何年ですか、4年ですね、4年ですね、と俺の年は64歳なんです。あで、すごい分かりやすい、昭和30で平成30で、だから令和を30年して90歳で大往生して死んじゃおうかなと思って、ちょっと30、30、30と言って、なんかちょっとかっこいいじゃん、なんて言ったらいいんだろう、かっこいいって言っていいのか、悲しい話かもしれないけど、なんか明るくできるじゃん、ね、90歳になって、うん、あいつ全部30年ずつ生き抜いたねみたいな、だからその昭和の話をするのもやっぱほら30年生きてね、平成も30年生きてるから、俺の言う昭和の30年っていうのはさ、結構説得力あるんじゃないかな。いや、まあ説得力はものすごいありますよ。だって銀蠅っていうのがあの昭和を代表するアーティストで、で何も出ない相続とか、まあ不良って言葉が昭さんに合うかどうか分かんないけど、そういう言葉ね、突っ張りとか流行らせたのが昭さんだから、それは昭和の言葉ですよ。時代がこうたまたまマッチしただけで、俺が流行らせたっていうか、世の中がそうだったっていうか、そんな暴力があったりとかで。俺は歌さんとかに、うん、昭和ってどんなものだ、昭和を感じるのかなと思って、いろいろ聞いたらさ、あの昨日ね、なんかそういう話しようってメールもらったんで、そう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 、僕昭和でね、うん、自分で実は持ってきたグッズが、うん、500円札、ね、500円札、あ懐かしい、これ昭和で、うんうん、今もうこれあの発行してないんですよね、印刷してなくて、ね、だから500円はダマになっちゃったんですよ、うん、そうそう、でこれだからどうして持ってるかというと、必ず僕財布の中に入ってて、うん、これうちの人歌丸が、うん、これ縁起物なんだよと、うん、でこれを財布の中に1枚入れておくと、うん、これまたお金が貯まる縁起だから持ってなさいって、いいこと聞いた、多分たまたまなのかな、うん、なんか500円玉はもう出始めてだんだんこれがなくなってる頃に、うん、なんか釣り銭で500円渡すような時にこれお前取っときなっつって言う時になんか、されて言ったのかもしれませんけど、それからずっと持ち歩いてるんですよ。ですから500円札が昭和かなということで、それ貯まるの、なんかたまんないですね、たまんないですよ。ねえ、たまる縁起物だって、うちの人もなんかこう取ってつけてこじつけで言ったのかもしれないけど、それ以来ずっと財布の中には500円札が1枚。ああそうか、あの2000円札が出たのってもう平成じゃないの、平成ですかね。あでも2000円札って沖縄、あれ沖縄で流通してるんですね。そうそう、沖縄には普通なんですよね、500円札の誰だっけ、これ岩倉智美さんっていうね、明治時代 の、 あの方ですけど、これでもねやっぱり困ったことがあって、はい、これちゃんと端っこに入れてたんだけど、うん、焦ってですね、うん、ひょっとあのお金を千円札払おうと思ったら、うん、色とあれが似てるんですよこれ。あそうだ、千円札と今の千円と、今の千円とブルーだっけ、今の千円これ、ああそうだね、でひょっと出して、うんうん、お釣りくれって言ったら足りませんって、うん、なんで足りないんだって、500円札出して
これをね、だからちゃんと分けたところに入れておくことにしましたね。500円札が入る自動販売機どうなってるの？もうないでしょうね。ダメなんじゃないですか、新500円玉なんかまた、ちょっとね、あれだとかいう話あるけど、歌さんの昭和は500円札なんだね、一応なんか手元にある、なんだろう昭和のものって言ったら500円札だと思って、ユッキーの昭和のものって何？昭和っていうとなんか歌番組ですかね。歌番組、ね、今なんか歌番組、いわゆるそう順位をつけた歌番組、うん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 、あのさ、ちょうど私は夜のヒットスタジオとか、はい、あとベスト10やった頃に、はい、トップ10っていうのが当たって ありましたね、はいはい、だからそのすごい前からそのベスト10があった、まあ、うん、ある程度歴史はあるけど、はい、そんなに深くない頃に人気になってきて、それにトップ10っていうのが入ってきたから、で今思うとトップ10のとかベスト10の楽屋って今はさ、うん、テレビ局もでかくなってるから、はい、普通に一部屋ずつこう、はいはいはい、それぞれ入ってたりとかするけど、はい、なんかね、思い出してみたらね、俺たちの頃ねプレハブだったんだよね。だマッチがうるせえなと思って、マッチ再生バーンって俺壁叩いた時は、うん、プレハブの、うん板をバーンって叩いて、うん、みんなに聞こえちゃったっていうのがあるから、多分テレビ局のあるちょっとデカめのところに、うん、プレハブで楽屋をたくさん用意する長屋みたいにさ、それでみんな入ってたんだよね、はいはいはい、だから今思うと部屋じゃなかったから、うん、だから最初の頃のそのバンドがいっぱい来たりとか人が要はね、うん、10組や、うん、とかもうすぐトップ10とか、はい、ベスト10で何十人とか集まるでしょ、うん、そこにバンドの人もいるから、うん、ちょっと大変だったと思うんだよね、うん、部屋分けもそんななかっただろうし、うん、今テレビ局もでかくなったから、いわゆるの大部屋みたいな感じになっちゃってるってことですよね。そう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 、へえ、懐かしい。あ、そうか、ベスト10番組やっぱり翔さんと僕4歳しか違わないけど、うん、そうだね、その頃から僕がまだ子供の学生中にもうスターだったわけですもんね、うん、そこにスターっていうのがもう昭和だからスターは昭和かスターに好きよって感じだ。今スターに対する言葉ってなんだ、アイドルじゃないし なんて言うんだろう、なんだろう、スターってやっぱりスターじゃないかな、はい、分かんないけど、スターとは言わないけど、スターだったんですかね俺ね。いや、テレビに出てトップ10とか出てたわけだ。でも俺たちはデビューが遅いから、うん、なんていうの、下積みっていうかそんなに苦労したわけじゃないけど、やっぱオーディション36回起こってる間、うん、プロになるまでに、はいはい、なかなかこう自分の審査が落ちなくて、うん、でも諦めずに37回目のあれで、はい、ジムさんが見つかったのね、うん、そっから私デビューしてすぐに売れたから、うん、下積みないような感じだけど、やっぱデビューするまでは時間かかってますからね、うん、まあいろんな昭和がありますけれども、はい、そんな中ユッキー、はい、まあ、ゴールデンウィークに向けて、はい、いろいろありますけど、今日Bコルの話がちょっと、あ、Bコルの話ね、今週の末がですね、うん、ちょうどホーム最終戦になります。バスケットですよ、はい、皆さん、あ、ごめんなさい、横浜のプロバスケットボールチーム、うん、はい、横浜Bコルセアーズ、はい、こちら、今週が今シーズン最終戦になります、ホームのね、うん、シーズンホーム最終節となりまして、29日と30日に、ゲームが行われます。で29日はなんとですね、プロレスリング KOD 無差別級第78代王者、うん、遠藤哲也選手がいらっしゃるということで、オープニングイベントをされるということなんですね。はい、その他いろいろイベントもございますし、うんうん、ぜひとも、茨城と対戦いたします。はい、まだ、チケット等あると思いますので、横浜Bコルセアーズホームページからぜひ応援しに来てください。これあれなんですか、横浜、ごめんなさい、え、はい、場所今言おうと思います。場所はですね、最終戦なので、横浜武道館で行います。武道館で、はいはいはい、横浜文化体育館の横に今ありますね、はいはい、国際プールじゃないのね、はい、今日は、うん、今回は国際プールじゃないんです、うん、最初と最後は武道館というか横浜武道館、はい、で俺たちも目指すぜ、違う、それは日本武道館目指すね、ビコルセアーズね、はい、頑張ってもらいます。はい、ぜひとも勝利を、はい、最後に勝利をつかみ取りたいと思います。じゃあ私もちょっとメッセージさせていただきます。はい、どうぞ。昨日からですね、30日まで浅草演芸ホールの夜席の取り取ってまして、うん、3000円のところ2500円の割引がありますので、もしお申し込みになりたい方いましたら、歌助までホームページ出てますので、メールいただければお出かけください。ちょっと、東京までが大変な方は6月の9日ににぎわい座、横浜にぎわい座の下にございます、独演会やります。5月の1日から発売でございますが、私のお客様に関しては先行販売させていただいておりますので、よかったら聞きに来てください。
よろしくお願いいたします。はい、ありました。あさってからねゴールデンウィーク始まりますからね、はい、皆さん何どんなことするんでしょうかね、私はまあ寄席を務めるのが主で、うんあんまり出かけることはないです ね、はい、さあということで今日もあっという間に1時間過ぎてしまいますけど、大ちゃん聞いててハラハラしてたかなうまくこじんまりまとまるなよって、ね、言われましたけど、だけどさなんかあのいつも来てくれてるね、はい、あの見に来てくれてるファンの子が今日はねみんなどかないんだよね、あの私たちが心配でどんだけ心配で、そう子供を見守るお母さんたちも発表会を見守るお母さんたちのように今日もね、本当にありがたいですね。手作り水羊羹パフェみよちゃんからいただいてですね、まゆみさんからはオリーブオイルいただいたりしてますね。みんな心配で見に来ています。いやあの こちらも僕ら皆さんに心配ね、風が強くてねあの大変だったんじゃないかと思って今日スカートめくれて見えたんだっておっさんだなそれはねあの、うん、心で思ってましたけど翔さんが言ってくれましたねさあということですね、はい、来週は大ちゃんが戻ってきてですね、はい、いつもの調子でやってみたいと思いますが、はい、ゴールデンウィーク皆さんねあの怪我などないように、はい、ゆっくりと楽しんでもらいたいと思います。ゴールデンウィーク中の方法ですね。ゴールデンウィーク大丈夫だろこの番組も何十秒だったねもうメール読めなかった方すいませんどうもすいませんね、はい、それぞれまた読んでね、いきたいと思います。さあということで、来週大ちゃん来ますので皆さん楽しみにしてくださいということで、はい、本日もありがとうございました。大ちゃん太さんの人生楽しみましょう。また来週までさようなら。バイビーバイビーバイビー